ステージにご来場いただき誠にありがとうございます。今日は年に一度のマスコットデーでございまして、我々若干浮かれておりますね。申し訳ございません。この時間進行させていただきますのは魂込めてボロボロコールドラゴンズナビゲーターの長谷川拓実と、アシスタントはチアドラゴンズ2019みことがお送りします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうすかこの無理くり先生感出そうとしてるね、はい、この BGM から始まりましたけど本当ですよね。あとこの DDC 特情報初めてですよね。そうなんです。にもかかわらずそんな格好させられてどうなんですか。どうなんですかねこれは。似合ってますか。どうですか。かわいい。何してもありがとうございます。参考までに長谷川似合ってますか。似合ってる。よかったよかった。珍しく普通に拍手いただけたらありがとうございます。マントつけないといいのにやつけど、はい、緊張してらっしゃるんですか。そうなんです。もう本当に緊張してて、はあ、もう決まっこの DD をやるって決まった時からもう緊張しすぎてもう眠れないくらい。あ、そうですか。でも緊張しているとは思えないくらいの顔のちっちゃさですよね。ちっちゃいね。ありがとうございます。はあ、よくね、あの顔がちっちゃい子にね、僕はハンドボールみたいだねって例えることがあるんですけども、もう近くで見るとね、発作レベルですよ。ああなんかああちっちゃい。ありがとうございます。なんかこう工夫とか努力されてることあるんですか。工夫は特には。あ、そうですか。そうです、してないですけど。なるほどね。もうこの時点ですでに伝わってると思うんですけども、結構ね変な人なんですって。すいません。昨日も箱をかぶってた。初めて来させていただくにあたってね、そうそうそう、あのチアドラゴンズの先輩にいろいろどんな方なんですかって聞いてみたところ、まあズバリ変な人、そしてね、そうみたいです。変わってる、情緒不安定。あんま言われないよ。そんなことまでちょっと言っちゃいます。うん、嬉しそうだもんね、またね。情緒不安定って嬉しくないです。でもその片鱗を見せたのが昨日のステージだったんじゃないですか。箱かぶってた。なんか言ってたね。箱の中身に入れられました。見ました。見た人います。お、ありがとうございます。箱の中身があなたのお顔だったってこと。そうなんです。こうやって箱の、そうです、そうです。で、それ誰が触ってたんですか。ゆいさんと、はい、みきさんとひまりが触ってたんですけども、キャー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 言われながら。ちょっと僕見てなかったんだけど、それは触られる気持ちってどんなもんですか。なんかどうなってんだろうって感じでした。外どうなってんだろう。で、正解したんですか。ひまりが正解しました。あ、よく分かったね、そんなんね。そうなんです。なんか触った瞬間、え、誰誰誰って言ってました。はあ。まあでもその顔のフォルムで分かったんかもね、ちっちゃいから。ちっちゃいからね。ああ、ますますちっちゃくなってきたよなあ。今この今喋ってる今もですよ。まあ、そんなね、みことちゃんなんですけども、またいろいろ伺っていきたいと思うんですが、まずは昨日のチアドラで一日やられていかがでしたか。一番感動したのが、はい、OG の先輩のステージがもうそれで見てたんですけど、もう本当に感動しすぎて、もう普通にファンとして見ちゃいました。かっこよすぎて、憧れの先輩たちを生で見れて。気を使ってるんですか。いえいえ。使ってはないですよ。あ、そうですか、そうですか。でも昨日もね、たくさんの方お越しいただいてて、今日もありがたいですね、本当にね、たくさんの方。本当にたくさんありがとうございます。ありがとうございます。で、わりかしあれかね、ベイスターズファンもいらっしゃったしそうな感じね。うん、そうですね、ちらちらとね、いらっしゃいますね、はい、ありがとうございます、楽しんでください。で、みことちゃんの、個人データを調べ上げたところ、なんですか、タピオカがお好きだっていう話がありまして。大好きです。流行ってるんですよね。はい、女性が大半だと思いますけど、タピオカ好きな方って今どれぐらいいらっしゃるんですか。はい、います。あ、結構減りましたね。もうブーム去ったんじゃないの。もう来年来ないとか言われてますよね、なんか最近。僕世代の方分かると思いますけども、当時のナタデココみたいなもんでしょう。ナタデココ当時好きだった方。はい。今なお好きな方。下がるでしょう。こういうもん、こういうもんなん。そういうもんなんですかね。早かったですね。割が早かった。ブームが、はい。そんな中、タピオカちょっとプレゼンしてください。はい。タピオカのおすすめあるんですけど、栄とか名駅にあるゴンチャって知ってます？ボンチャ。ゴン
茶です。ゴン茶、ゴン茶です。あの台湾ですごい人気なやつなんですけど、知ってる方いらっしゃいます？お、有名ですね、やっぱり。へー、もう本当に美味しいです。シンプルだったよ。そこは何、ゴン茶ってのは人気があって並ぶお店なんですか？もう行列できてますよね。うん、あと並ぶんですか？そうなんです、私並んででも買ってます。並んでまでしてタピオカはあなたも買ってるんですか？はい、なんか一日に何回か飲みたくなる瞬間あるんですよね。何回か飲みたくなる。あ、聞きたくなってきたよ。どういうこと？ちょっとタピオカ飲みたいって。それどんな時なんですか？なんかふとした瞬間にちょっと思いますね。なんかちょっとタピオカ飲みたいんだけどって言ってます。血糖値がちょっと下がってきたとか疲れてきたとかそういう感じなのかな。そうなんですかね、体がちょっと求めて求めている、はい。タピオカの前はそれは何でその願いを気持ちは消化してたんですか？消化されてないです。じゃあタピオカに出会うまではずっと疲れてたんだ。そうなんです。あー、タピオカ出てきてよかったね。本当にもよかったです。そうですか、はい、以上タピオカトークでした。ありがとうございます、聞いていただいて。ゴン茶がおすすめなのね。そうです、ゴン茶行ってみてください。いや、もうおっさんちょっと教えてよ。だからタピオカって味何種類ぐらいあるんですか？タピオカ、なんかタピオカ自体は味はない、はい、味あるんですかね。黒糖の味みたいな。飲んでるんでしょ？飲んでます、飲んでます、はい。黒糖の味のタピオカで、はい、なんかジュースが違うんですよね。違う。そうなんです。はい、はい。なんか喋れば喋るほどあやふやになってますね。大好きなんですけど、はい、ちょっと難しいですね、伝えるのは。言葉で伝えるのは得意じゃないタイプだ。そうですね。なるほど、どっちかっていうともちろんね、ダンスで伝えたいタイプだもんね。そうですね。そうそう、じゃあさ、改めてだけども、1年やってこられて、はい、シアドラゴンズどうでした？まだありますけど、楽しすぎて、はあ、もうすぐもう終わっちゃうじゃないですか、シーズンが、はい、もうたまにほんと涙が出てくるんですよね。もうほんと楽しかったって言って。まだ何回かステージあるけどもう泣いてんの？そうなんです。控え室とかでちょっと泣いてます。今もコメントしてんのか？大丈夫？あ、本当？あ、それぐらいでも充実してんだ。そうなんです、もう本当に楽しくて1年間。あ、そうですか。そういった気持ちステージから皆さん届いてますか？届いてます。そんな嬉しいんだ、はい、もう本当に楽しかったです。そっか、あと7分くらい我慢してな。で、そんなね、チアドラゴンズ1年やってきて、はい、なんだろうね、一番驚いたこととかなんかないですか？驚いたこと、ええ、こんなにチアドラゴンズ仲がいいんだっていう驚きが。あ、もっと仲悪いと思ってた？いや、そういうことですか？いや、だってね、仲悪いとかはないですけど、なんかこんな、人数集まるからちょっと大変なことあるかもしれないなって思ってたんですけど。結構大所帯だね、18人もいればさ。そうなんです、そうなんです。ああ、ああ、たまにあるかもしれないなと思ったんですけど、ああ、もう本当に仲がいいんです。もう楽しい。そんなことなく、ああ、プライベートも含めも。そうなんです、そうなんです。それ良かったね、はい、そうでしたか、はい、あと6分待ってね、なんかね。よかった。で、まあ、じゃあ言葉で伝えるのは苦手であればさ、やっぱダンスですよ、はい、あなたのダンスのこうストロングポイントというか魅力は改めてどんなところなんですか？楽しんで踊るところ、ね、楽しんでですかね、はい。ああ、そうですか。いろんなナンバーがありますけども、特にここを見てほしいなんてありますか？とやっぱりまずは今日はあれです、あ、言っていいかわかんないですけど、言っていいかわかんないことを言おうとしてる。不安だよ。やっぱり言わないときます。本当、とりあえずシャオロンナンバーのあるじゃないですか、ギターのところ。それぐらいいいでしょ。それはいいですね。それぐらいいいでしょ、はい、うん、そこはいいですけど、まだいかんやつあんの？あ、ないです、ないです。大丈夫、はい、うん、ギター、はい、エアギターやってるじゃないですか、はいはい、そこちょっと注目してもらいたいです。あ、なるほど、はい。あと結構ジャンプに定評があると聞いてますよ。そうみたいですね、はい。あなたのことですよ、ね、はい。ジャンプ、そうです、そうです。どんなジャンプを見せてくれてるんですか？技ナンバーあるじゃないですか、はいはいはい、技ナンバーでジャンプするところあるんで、はい、見てください。ぜひ注目しておいてください。はい、ジャンプも、はい、ありがとうございます。いや、もちろんもちろん、ありがとうございます。ジャンプだっていろんなジャンプがあるでしょ？はい、足を前後に開くやつ分かります？やってるんですけど、いつもそれ、そう、前後っていうと
こうじゃなくて、こうじゃなくて、そうじゃなくて、こうかな、そっちです、こっちの方です。おっさんやとこの程度しかもちろんないですけど、それ何ジャンプっていうの、これは、なんていうんですかね、グランジュってジャンプ、グランジュ、グランジュってジャンプ、あ、グランジュってジャンプっていう名のジャンプ名、そうです、グランジュってジャンプじゃなくて、グランジュじゃないんだね、グランジュってジャンプっていう一つの山なんだよね。そうなんです。へー、ややこしい名前だね。うん、まあ、ちょっと分かりにくいからさ、ちょっと一回やってみてよ、改めて、ちょっとできるでしょ、お先に、うん、結構好きですね、お先に俺やらんよだって、はい、分かりました。グランジュってジャンプ、改めてどうぞ、はい、お願いします。もう本気でやっちゃっていいですか。おお、本気で、本気でどうぞ。じゃあどうしようかな、あっちから、じゃあちょっと撮りますね、一回飛ばしてしまうといけないんで、おこちらから、じゃあ、まあ、マイクはどう、マイクはどう、はい、はいはい、ありがとうございます。はい、ポトちゃんのグランジュってジャンプどうぞ。ジャンプってやつ。そうなんです。そっかそっか。どうでしたか。はい、いつも以上にね、ありがとうございます。いただきたい、はい、ここ行くところからかっこいいよな。そうですよね、助走からやらんて今指さしとるけど、やらんて、そのお店できるんだもんね。さあ、というわけで、そういったね、ダンスにも引き続きご注目いただきたいんですけども、情報もお伝えしていきます、はい、ではまずこの後 D ステージではというところをお読みいただいていいですか。わかりました、はい、頑張ります。頑張ってください、はい、この後 D ステージではドラゴンズゼミナール、略してドゼミということで、マスコットによるいわゆる授業形式の企画を実施します。頑張れ、頑張ります。人は何歳になっても学べる。ドゼミでは子供から大人まで自ら学ぶ意欲とドラゴンズ愛を育みます。授業の内容はもちろん言いません。ちょっと威張っとる。そしてここは言いとけないと、はい、はい、そして最後には私たちのパフォーマンス、ドリームスターズパーティーは今日も実施します。グランジュ楽しみ。そしてグラウンドでの5回のラッキーパフォーマーはですね、今日はお休みでドアラ体操をスタンドの皆さんにもですね、一緒にやっていただくというそんなお時間になりそうです。ご協力お願いします。お願いします。そしてドーム内ではマスコットで特別企画展示を開催しています。ドラゴンズワールドでは8月3日から25日に、ドゼミの宿題としてマスコットをモチーフにした絵の写真をツイッターで募集していましたが、その優秀作品を展示しています。そして試合後にもグラウンドで講義があるとのこと、こちらもどうぞご期待ください。はい、はい、そして今日マスコットデーということでね、ドーラさんもちろんですけども、シャオロン、パオロンも非常に張り切っています。ありがとうございます。ありがとうございます。前にやったんだけどもさ、お前、はい、覚えてるかな、シャオパオタイムでさ、俺今年1回歌ってんのよ、うん、そうなんだ。そうあれをね、ちょっともう一回やらせていただきたい。おお、これは期待が高まりますね、はい、シャオパオもね、ほんと気合入ってて、うん、あらかじめここで必ず言っといてと言われてます宣伝をちゃんと、はい、そしてぜひ拡散してくださいとも言われています。よろしくお願いします。さあ、というわけで、まあ、ドラゴンズ、ね、昨日残念な結果に終わりましたが、そうですね、まだまだ試合はございます、はい、そしてね、可能性がもちろんゼロになったというわけではありませんので、最後の最後まで信じて皆さん、一つ今日も最高の応援もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では例のあれで締めさせていただきます。いきましょう、勝利復活 with brain、 ありがとうございました。 DDC スリー予報でした。これは何？なんかこれなんか学園もの？エンディングかね、これは。いいことちゃん。変わった。休憩。